今日のニュースで、2つ気になったものがありました。1つは「おはよう朝日です」を担当していはった僕は、ちょうど裏のラジオをやってるんで、ちゃんと見たことはないんですが、川添果歩さんですかというアナウンサーが退社するというお話でした。去年の秋に改編がありまして、どこのテレビ局、ラジオ局も大変ですから、要は制作費削減という中でですね、なかなか大変な番組作りがどこも続いております。で、大役を任され、で2ヶ月ほどですか、で体調を崩してしまい、そのまま戻ってくることなく、番組降板では済まずに退社ということになったということです。もう本当に詳しいこと全然、知らないんですけれど、なので、あんまり、変なことは言えないんですが、退社まで決断をしてしまったということは、ご本人の頑張りが過ぎてしまって、体調を崩してしまい、そして退社やむを得ないと、周りじゃなくても本人さんがそう思われたんだろうなというふうこんににち推は。測大丈夫されでますす。よね。はい、あ、今日は大丈夫です。ありがとうございます。はい。今、佐賀急便の集荷でした。話戻します。楽しみにしてらっしゃった方にはすごく残念でしょうし、その頑張りというのは画面を通じても伝わっていたというふうに、聞いてます。でも本人さんが決めはったんですからね、周りがどうやって言えるようなことではやっぱり最終的にはないと思うんですよ。で、もう一つが、キングコングの西野さんがブチギレしたと。吉本に対して、自分が原作者を務めたその映画、今公開してありますよね。まだちょっと見られてないんですけど、でその外部のスタッフがめちゃくちゃ一生懸命動いてくれてんのに、なんじゃこの対応はということで、もう退社を辞さずということ。これも吉本の中の西野さんの立ち位置であるとか、大崎会長との関係性とかっていうようなことで、面白おかしく書いているメディアもあったりはするんですけど、いずれにしてもちょっと細かい内容はわからないので、そこを突っ込んで言いたいんではないんです。私自身、昭和60年に毎日放送へ入って、その頃の感覚で言うと、やっぱり一つところに勤めたら、実際定年までいられる人っていうのはそんなにいない。ましてやアナウンサーなんて、入ってずっとアナウンサーで定年までいられる人なんてほとんどないっていうのは分かっておりましたけれど、でもどこかで一つところにずっといるのがいいのだという価値観というか、風習というか、風習でもないな、実際問題、銀行員さんでもそうですけど、入って出世競争で、振るい落とされていって、どんどん飛ばされていくわけですから、あるいは町工場で、大学高校を卒業して入って、そのまま定年までいる人がほんまにどんだけいんねんっていうと、定年まで一つの会社でなんていうようなことは、ほとんど幻想であるっていうのはみんな知ってるんですけど、でも何か一つの道があるような気がして、そこから外れるっていうことが、何か、悪いこと、我慢ができなかったのかみたいな、そんな、回ったで首を絞められていくような空気感というか、そういうのは嫌やなっていうふうに思うんです。それが一個人を追い込んだりとか、結局組織を腐らしていってることの原因にもなっているの
ではないかと。まあまあ吉本なんかは逆にそんな新入社員で入って最後までいる人なんてほとんどいないところではあって、西野さんがブチ切れたのはそういうところではなく、まあ、人としてっていうようなところなんだと思うんですけど、でまあこれも言い方次第でものすごく失礼なことのように聞こえるかもしれませんが、立岩陽一郎さんにインタビューを受けた時に、私が毎日放送を辞めると、もうそれはまあ未だにこうアナウンサーとして何かトラブルを起こしたから辞めさせられたんだとか、いうふうなことを思ってらっしゃる方もあって、まあ、一人一人に別に大手その誤解を解いていくつもりもないんですけれど、ご存知のように自分しびれよというのを祖父が亡くなる前に作って、そういう仕事をやっていこうと思って、で自分で決めて、で退職、まあ、届けじゃなくて願いを出して辞めていったわけですけれど、その時に、まあ、やっぱり毎日放送っていうのは世間で言うとさ小さい会社ですけれど、自分にとっての大きな会社でありまして、淀川をこう越えるような、うん、こうね、棒で川渡るやつあるじゃないですか、そういうゲーム、うん、というか、ね、プレー、そういう競技が。で淀川渡るなんてすごいことですよ。その何百メートルもの棒を持って渡らなあかんわけですけど、でそのようにして自分で、意識して、で覚悟を決めて飛んだ、そのつもりだったけど、まあなんとか向こう岸ついて会社を立ち上げて、で動き始めて、ふっと振り向いたら淀川だと思ってたものは実は小川であったと。これはいや別に毎日放送が小川のような存在だということではなく、自分の気持ちの中でですね、そうだったんだっていう話をしました。立岩さんも NHK を辞められてますから、 NHK の方が毎日放送よりももっともっと大きな組織ですし、そこでバリバリと特派員としても活躍してはった人なんですけど、まあ、そういう人だからこそそういう表現をしたんですけれど、まあどうですか、別にその10社20社転々としてその数を競って、そのことがすごいんだっていうつもりもありません。一つところで、ずっとコツコツとやっていかれるっていうことの価値も否定はしないんですけれど、まあ、今回川添さんがおそらく頑張ろう、そして頑張ったことで体調を崩され、そしてもうやはり戻れない、うん、まあ、番組は局のものでありますし、視聴者の皆さんに、ラジオで言うとリスナーの皆さんに支えてもらってのものではありますけれど、でもまあ次出てきたら次の人を応援したり、次の人にブーブー言ったりする、まあそういうもんでもあります。それはもう出てる人間なのでよくわかります。だからどうぞ、まあ、しばらくはまだしんどい時が続くのかもしれませんが、まあ、西野さんはほっといても頑張って自分の道を歩みあるでしょうから、お会いしたこともない川添さんですけれど、うん、新しい人生を自分なりのペースで進んでいかれたらいいんじゃないかな。でその人生のある時期におはよう朝日ですを、はあ頑張りすぎたなって思い返せる日が、いつか来はったらいいのになというふうに思いました。今日のコラボでした。